スタンディングカールはウエイトトレーニングの種目の一つ。上腕二頭筋に主に刺激を与え、上腕筋、腕頭骨筋にも負荷がかかる。バーベルカールでは、バーベルや拳を見るように顎を引くことが重要視される。上腕二頭筋のトレーニングを行う際には、怪我をしないこと、具体的には重くて、きちんと持つことができ、引く重量で行うことが大切である。同時に、 最初にウェイトを持った時にきちんと負荷がかかっていることが重要視される。上腕二頭筋をターゲットにする際には骨盤を後退させ下腹部に力が入るようにすべきである。スタンディングバーベル、カールスタンディングダンベル、カールアンダーグリップで肩幅よりやや広くバーベルを持って直立する。胸を張り、心持ち前傾姿勢をとる。息を吐きながらバーベルを上げる。 上腕二頭筋が十分に収縮するのを感じ取ったら、息を吸いながら、元の姿勢に戻る。二から三を繰り返す。アンダーグリップで肩幅よりやや広く、イージーバーを持って直立する。胸を張り、心持ち前傾姿勢を取る。息を吐きながら、イージーバーを上げる。上腕二頭筋が十分に収縮するのを感じ取ったら、息を吸いながら、元の姿勢に戻る。二から三を繰り返す。 アンダーグリップでダンベルを持って直立する。胸を張り、心持ち前傾姿勢をとる。息を吐きながら、ダンベルを上げる。上腕に頭筋が十分に収縮するのを感じ取ったら、息を吸いながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。ニュートラルグリップでダンベルを持って、両手の手のひらが向き合うようにして直立する。胸を張り、心持ち前傾姿勢をとる。息を吐きながら、 ダンベルを上げる。肘の角度が90度になるところで、肘を絞りながら、手のひらを上に向ける。上腕に頭す時が十分に収縮するのを感じ取ったら、息を吸いながら、元の姿勢に戻る。肘の角度が90度になるところで、手のひらの向きを内側に戻す。2から4を繰り返す。ロープーリーにアタッチメントのカールバーをセットする。アンダーグリップでハンドルを持って直立する。 胸を張り、心持ち前傾姿勢をとる。息を吐きながら、ハンドルを上げる。最大収縮位で動作を止めるようにする。上腕二頭筋が十分に収縮するのを感じ取ったら、息を吸いながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。片手で行う場合は、ワンハンドルバーを用いる。ありがとうございます。